とあまりの気持ち悪さに。はい。こっちやばい感じです。これあれですよね、あの風鈴ルートっていうか、風鈴があった場所に行く感じ。あ、ピントがすごいボケてる。よいしょ。ボケる？今のは普通にピンボケだと思うけど、治らなかったから。いかん、かっちゃんと離れるのはまずい。どうです、やばい。では向こうから順番に風が吹いてくる。ほら、それはもう帰りコールなの。見ての通り、皆さん人は揺らめいてないんです。人も揺れないんです。だけど風鈴だけは風が揺れるんです。すごいでしょう。すごい現象を今お見せしています。横に誰かが座ってます。やばいね。ちなみにこれはさ、うん、あの一番奥まで行こうぜって言ったら歩ける感じではありますか？いや、歩けるよ。ああ、大丈夫ですか？入って。あの、それはやばいけど歩けるようなのか、やばくないから歩けるようなのか、どっち？やばいけど歩く。なんてこと。なんでこれ、なんでシャッターが遅いのかがわからんね。多分こっちの余計な光を吸ってるからだと思う。うわ、匂いがする。なんだこの匂い。この間のお昼もあった、なんかやばい匂い。すごい語りかけられている。寒い、怖い。ほら、風もないのに見てください。この異様に揺れるこの風鈴を。みんなもよく見てください。看板、あの布のやつ見てみ。あとは水も揺れてないんだよ。そう、あの、なんならね、体感マジ無風だからね、これ、うん、あんな激しく揺れるほどの風はない。これ変なし、そうでしょう。ほら、すげえ、収まった。止まったでしょ。うん。あれ？ほんまや。全部止まった。うん、はい。なんで？素で本気のあれが出たわ。あれ、まあ本当に。今カメラで撮った？うん。素で止まったでしょ。うん。で、もう一回こうやってやると、はい、揺らしてごらん。ほら、揺れ始めてきた。ほらほら。
こっち写してごらん。こっち一つもほとんど紙もないから見れないはずです。はい。はい、こっち許してごらん。そうそう、ほらほら。動き始めた。あっちも。動いてごらん。大丈夫だよ。動かしてごらん。ほらほら。動き始めたでしょ。ね。さあ。ほらほらほら。風もないのに紐だけは揺れ始める。でこれもこうやってついとると聞いてくれない。ほら止まり始めた。ほら止まったでしょ。うん、すげえな。昼だけでなく夜も同じことやってのけたな。あ、これがいわゆる霊視能力です。お分かりでしょうか。風も吹いてない。本当無風なんですよここ。そうですね、うん、あのこの赤い旗を見てくれれば分かります。ちょっとかっちゃんさ、そのペンでさ旗続いてよ。ちゃんと動くものだっていう証明を。旗自体はいきますよ。よく見ててくださいね。そうちゃんとね、この風があれば揺れるんです。息をちょっとかけるだけで揺れるんですよ本来は。そしてそれが揺れずに風鈴だけなんていうの揺れて、そう風鈴だけをこうやってでごらんってやるとほら、わあね、これがあの霊視研究家がやりたいこの本来の霊視です。これが霊感が持ってる。いやすげえな。うん、なんていうかこれ霊視研究家っぽくないですか。誰に向けての言葉ですか。皆さんに唱えているだけです。ムイ君どう思いますか。生じかに見てこの無風状態、本当にムシッとした中でこれなあ、不思議でしょう。旗が止まるわけねえと思ったでしょう。止まるわけねえっていうか動くわけねえだろうと思ったでしょう。どうですか。どうですか。私の力見事ではないですか。喋らせろ。見事です。そっち近寄って大丈夫ですか。こっちなんか全くないのに揺れるんやつ、紐だけが。そうなんだよね。これね、面白いでしょ、これ。ほらほら、また揺れ始めた。やだね。この辺はなんかそのオーブは映るんですか、動かしてくれてる方は。オーブは全然映ってない。寒いだけ俺は。さっきからさ、嫌なお経が聞こえるんだよな。ここ仙国臭いんだ。あんまり降りたくないんだよな。じゃあ皆さんありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。さよならだって思っていただけるならば揺れてください。皆さん歓迎してください、僕を。アホほど揺れるんだな。アホほど揺れるでしょう、ほら。赤い旗揺れてませんから。じゃあ、もういいです。ありがとうございました。いい写真が撮れましたもんで、ありがとうございます。ほら、すげえ揺れ始めて。すげえな、赤い旗みじんもはためかないもんな。うん、さっきから同じオーブがよ、ずっと後ろからついてきてるの。それが気になるんだ。スプレーするぞ。オーブにスプレー打つ。効かないでしょ、どうせ。そう怒られるかもしらんけど。言葉少ないね、俺今日。まあそれだけ圧感じてるってことなんだろうなって。すげえ重圧かかってる。下手に俺も喋れないよ。皆さんね、気配はすごいするんですよ。はい。
その気配が全く見れない。オーブの形すら取ってないっていうこと？いや、もうあっちこっちにオーブはいるのよ。うんうんうん。うん。赤色やらいろんなやつが見えるんだよ、今でも。なんてこった。うん。だけど、映らないのよ、なかなか。なかなかね、皆さん、これはね、なんて言っていいか、もう、はっきり怖い。今のところ一番やばいなっていう幽霊はどこにいます？さっきの石の子？もっとこっち？どこだ？絶対これ声入ってると思うんだよな。はい、上ですね。お昼の時点でもここは空気重かったから。うわー、この匂いやー、もうやだな、俺この空気。なんか匂いまた変わったね。何変わったでしょう。何の匂いこれ。わからんねって、俺もこれ独特な匂いが3つか4つもあるんだよ、ここ。失礼します。なんか後ろにぶっ倒られても怖いから後ろに待機しといた方がいいか。息苦しいな、ここ。うわうわ、標高3000メートルの上に。こういうとこちょっと遅いんだよ、腹立つ。今こうやって格子のこういうふうに窓があるんだよね、あそこに角に柱があって。はい。で、こういうふうに、こういうふうにって、ここに、こういうふうに、後ろ、中に、人がいた。うん。誰なんだろう。嫌な空気じゃないんだよね、この人だけ。もっと。じゃあ、近寄っていいっていう問題になると別問題。別問題、全然 OK。あー。困ったもんだね。はい、皆さん、結構パチ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 と音が鳴っております、今。うん、
逃げるんだよ。追いかけれんねえってもう全然ダメだ。追いかけられん、このカメラじゃん。ビデオカメラでなんていうの追い回してみます。とりあえずここに幽霊いますっていうのをそのアプローチする感じで、その代わりに俺デジカメ撮ってるから。すごいですね。確かにもうここは廃墟というよりかもうお化け屋敷だね。たまり場になってますか。今だいたいこういうふうに今横切っていくんですけど、皆さんには見えるでしょうかね。結構なノイズが入ってるはずなんですよ、カメラに。どうした？あの今光ってるあれ1個あるじゃないですか、うん、周りにはなぜかでかいのが1個。どこに？これ本当だ、ね、もう1枚つけとったのこれしかないですよ。本当だね、怖いね。いや、それ違う。なんでだ。うわぁ、ボケるね。チューン合わんね。一個映らんでしょ。うん、一個しか映らんよ。あれ、ね、久しぶりに会おう。びっくりしたな、もう。自分に見てください。久しぶりになんかオーブを取った気がする。うん、はい、はい、溶かして、はい、溶かして、はい、うん、うん、かっちゃんのそっちには今何が映ってるんですか。
そう。びっくりしちゃうよ、タゲ。虫ひどい、うん、ここへんバーッとかけて、うざい、熱い、行こうか。もう退散した方がちょっと。まあライト持ちましょうか。よいしょ。よいしょ。さあ。なんかちょっと中覗いてみます？覗いてみ。なんかがいるんだよ、そこに。よくねえな。失礼しまーす。ペンがねえぞ。ペンがねえぞ。どっか落ちたな。いや、まあペンぐらい予備かな。ペンはいいんだけどさ。でも中は綺麗ですわ。寺だしお経で全然あれだと思うけどね。お寺だし今まで聞いたお経とは違うんだよな。そう、